はい、どうも皆さんこんにちは、こんがりです。というわけでですね、本日も PUBG ニュースデートやっていこうと思います。よろしくお願いします。はい、ということでね、皆さんちょっとね、冒頭、ルーレットに付き合ってほしくて、僕ねもう毎日毎日ニュースデートの動画出すじゃないですか。だからね、もう自分でさ、銃を決めるのめんどくさくなったんで、とりあえずね、ルーレットにすべて任せてもらおうかなと思います。はい、でね、ドンカツが取れるまで、その武器縛りということで、今後はですね、もうルーレットで使う武器決めていきたいかなと思います。はい、ということでね、早速、記念すべき第一発目やっていきましょうか。で、拳とかね、あとは拳銃とか近接武器とかも入ってるんで、とりあえずね、回していこうと思います。ルーレットスタート。さあ、初のルーレットということで何が出るかな。まあ最初だからね、簡単めなやつでお願いしたいんですが、はい、来ました。皆さん結果見えてますでしょうか。ウージーです。選ばれたのはウージーでした。ということでね、これは一発でね、決まるんじゃないでしょうか。ちょっとすいません楽勝すぎるんですが、とりあえずね、今回はウージー縛り、はい、ドンカツ取るまでウージーやめられまてん、開始です。おい、みんな見てくれ見てくれ、今見た？なんかシステムがさ、バンしたぞ今。なんか知んないけどさ、初期島でキルログがね、流れたと思ったらなんかバンされました。来たぜ。ワンチャンチーターだったんじゃないの。あっぶね、マジで。いやマジかよ、初期島でバンしてくれるの助かる。なんか知んないけどね、システムにブチ56されたプレイヤーがいました。いやー、今のね映すことができて最高だわ。はい、ということでね、いや素晴らしいものを見せてもらいましたね、開幕から。いやちょっとさ、初っ端からね、ウージーっていう、かなりねイージーゲームなんですが、とりあえずですね、1戦目でちゃちゃっとね終わらせていこうかなと思います。ルールなんですけど、もしね、この試合でウージー拾えなかったら、次のね、試合ももちろんウージーになるんで、であとはね、ウージーが拾えないまでは、とりあえず好きな武器を使っていいっていう、とりあえずドンカツ取るときにウージーでとどめを刺さないといけないと。はい、ルールは、そんなにね、細かく決めずに、とりあえずねいつも通り、ニューステイトをやる中で、若干ね、縛りプレイというか、いつも縛ってるんですが、とりあえず、ルーレットさんに決めてもらうっていうだけのね、しょうもない企画です。さあやっていきましょう。とりあえずマストじゃなくてもいいかな。なんか物資がね大量にありそうなバンバでも行きますか。はい、いやーちょっとね、序盤からね、楽しませてくれるじゃないか、ニューステイト君よ。いやールーレット様様だわ。いつもだったらね、初期島から動画回してないんで、あのシーンはね撮れなかったんですが、ニューステイトをねプレイしていて初めての出来事ですね。初体験いただきました。さあバンバに1枚降りていた。マジか。ここでですね、まさかの被っていくということで、対戦よろしくお願いします。ワンチャン気づいてないんじゃないの。だから僕はここで、とりあえず何かを拾って敵をしばいてあげたい。さあ屋上にまさかの何もなし。おかしいでしょ普通に。何も落ちてないなんてことありますか。でこの中にも何もないなんてことありますか。マジかよ、ディーグルしかねえ。嘘だろ。ディーグル縛りだったら相当嬉しいけどさ。さあディーグルとポンプ、マジかよ。しょっぱな武器ガチャ負けていってるんですが、ただね敵気づいてないかもしれないんで、これはこのままでもありなのかもしんない。はい、敵がですねどこに行ったのかわからないマン、サンスコ拾ったんですが、サンスコがねつくことはありません。いやなんか来たな。 AI が湧いているんですが、一旦 AI が僕ん家に入ってきちゃうかな。最悪だわこれ、ワンチャンバレるかもしんない。ちょっとディーグルでさ打ち合っとこっか、これ AI と。これワンチャン AI の振りみたいな感じできるからな。ただ知る人ぞ知るなんですが、 AI はね拳銃使わないので、これ拳銃のねキルログだってバレた瞬間に詰むっていう。はい、知らなかったらね詰めてくるかもしれないんだけど、
まあみんなね知ってるでしょ、それぐらいは。はい、まあ常識問題ですよね。あ、システムにまたバンされたぞ。何これ、この試合どうなってんだ。システムにまた一人消し去られましたが、とりあえず君も芝居ておくと。どうなってんだ俺たちのニューステイト。さあ、まあとりあえずはまあベクター拾っておきまして、いやーちょっと怖いな、あっち側に降りたプレイヤーがどうなるのか。さあシステム版まさかの2人目ということで、何が起きちゃってるんでしょうか。さあどんどん駆逐されていってますシステムに。僕らがさ手を下す必要なんてなかったんや。もうシステムが全員しばいてくれる可能性があるんで、これワンチャンさ誰もしばかずにドンカツなんてこともありえるんでしょうか。さあスコーピオンも落ちていますが、とりあえずウージーを探すところから始まります。今回の試合はウージードンカツ縛り。さあウージーさんいらっしゃい。まあ、ウージーといえばね、まあ、知る人ぞ知る最強武器なんですけどね、まあ、皆さんね使ったことありますかウージーって。まあ、ワンチャン使ったことない人もさいるかもしれないんで、てか知らない人もいるかもしれないな、もしかしたら。結構ウージーってさ影薄いんですよね、強武器の癖してさ、みんなさあんまり騒がないんですよ。ウージーカスタム2がねこのニューステイト界隈の中で一番強い武器なのに誰も騒ごうとしないっていう。はい、あいつはウージーじゃないんで芝居ときましょう。てかさ目の前に落ちた査敵さワンチャンバンされたんじゃないか。全然なんかさ銃声が鳴らないじゃん。 AI がね敵の近くにも湧くはずなんですけど、なんかさ全然銃声してないから、ワンチャンこの街に降りたやつバンされたんじゃねって俺は思ってるんですが、気のせいでしょうか。だって動きが全然ないからね。ちょっほらほら待って、またシステムにバンされてる。何これ、え、俺もシステムにバンされんのか。え、これなんか続々とさ人がバンされてってるんですが、え、何これ、こんな試合何。え、チーターが集められた。これ実はチーター大決戦とかいうフィールドで、謎になんかチーターが続々とねバンされていくっていう。え、怖いですね。僕もさチーターと疑われて5番される可能性がある。で課金してきたさこのアカウントが消えて大発狂する可能性あるんで気をつけていきましょう。え、何これ、バン者が続出してるんだけど、どういうこと、一体全体俺たちの身に何が起こってるんだ。これキルログさしっかりと見といた方がいいぞマジで。これちょっと楽しくなってきたね、いつもとなんか違う感じでなってるんですが、何なんでしょうか。俺初めて見たしこのシステムとかいうシステム、これ紛らわしい。システムとかいうシステムがさ暴れ散らかしている。すごいね、続々とバンされてくじゃん。やっぱり優秀なのかな、 A スクワットにさリソース割いてるべきじゃないってね運営が判断して、まあ実質 A スク解雇みたいな感じになったんですが、こういうことだったのか。伏線回収おめでとうございます。エースクを解散させてその分ね人員をこうやってねアンチチート対策とかに回すことによってチーターが涙目で続々バンされていってる件について、え、マジか、すげえ、1試合で3人システムでバンされんのさやばくない、普通に。これ何、どうなってんの、これ5番なのそれとも普通に番なの、わかんねえ。まあけどとりあえず貴重なねえなんかシーンに巡り合えて、まあ、僕は感無量って感じですね。はい、いやこんなこともうないでしょう、1試合に3人バンされるなんてことある。だって初期島でさ6人ぐらいしかいなかったから半分バンされてんだろう。チーター多すぎ問題、え、この人かな、ワンチャン、ワンチャンこの人じゃないか、多分チーターなのか、本当にわからん、謎がの図を呼んでいますが、まあ一旦ね多分これバンされたんでしょうね、ワンチャンね、なんかバン対象者のさ物資とか漁ったからさ俺にもなんか監視がついてさバンされる可能性があるんで気をつけましょう。はい、まあ、そんな可能性はないんですが、いやまあ5番とかってさほんと最悪じゃないですか。でもさなんかわかるかな、小学生とかがさ松葉杖とかね車椅子ちょっと憧れるの分かります。
ちょっとさ骨折一回してみたいなみたいな。いや本当はしたくないんだけど、でも松葉杖ついて投稿してちょっと目立って女子に大丈夫って言われたいみたいな、そういう気持ち。だから僕もさ5番されたくないんだけど、ちょっと1回されて、おいなんで俺が5番されないといけないんだよ、運営マジでふざけんなよって言いたいだけの、なんかそんな感じですよね。はい、まだ人生1回きりだからさ、人生に1回はさ、まあ、5番されてもまあ許せるよな。その後のね、なんか補填とかは手厚くお願いしたいんですが、まあドンカツメダル90枚プラス、まああとはレジェンダリートークン、まあ各チケット、まあ、30枚ずつぐらいで、まあとりあえず許すんですけど、ウージーが落ちていませんね。なんかウージーのさ回なのにさ、なんかあのシステムバンのせいでね、なんか知んないけどウージーのね存在感が薄まってしまって、僕的には非常に怒っている。はい、そんな取れ高いらないから、ウージーの取れ高くださいって。せっかくさ記念すべき第1回ルーレット、これあのやらせなしでね、あの普通に初めてねルーレット回したらウージーが出たんですけどね、拳銃とか出まくっててさ、でウージーがいいからウージー出るまで回してみたじゃないんですよ。普通にそんな時間あったらさ、僕動画撮りたいんで、とりあえず一発勝負でねウージーが出たことにさ僕は非常に感謝をしてもしきれないんですが、でもなんかねシステムバンのせいで話が全部そっち行ってさ、ウージーの強さとかをね、紹介する間もなく、もうなんとフェーズ3で再配置できません。ここでしばかれたらこの試合終了で、動画終了で、ウージーの記念すべき第1回が終了。まあでもね、次もねウージー使うんで、この試合でしばかれた場合は、はい、ここからはねウージー祭りです。まあ、ウージー地獄とも言うんですが、ウージーがですね手に入らない、これマジで地獄なんですよ。 T90 もねレーザーサイトつくんですけど、ウージーのレーザーサイトにはかないませんから、はい、所詮は所詮ただのね補給物資だから。ウージーは最強武器なんで、もうマジでねちょっと P92 機を腰打ちでお祈りゲーミングしてしばいてあげたい。とりあえずセントラル入ってきましたが、ウージーが見当たる気配が一向にありませんね。どんだけって感じ、一個って感じ、幻って感じ、もうウージーマジでないじゃん。さ、とりあえずですね、あんなところにいた。さあ、あ君の名はって感じで頭当てても全然ダメでした。3ヘルでした。勝った。いやマジか、今の2ヘルに見えたんですが、実は3ヘルか。じゃああの人さ、ワンチャン P92 機の可能性あるから、分からせましょうか。ちょっとベクターで、ウージーなかったんで、もうベクターでやるしかないよな。さあ、あの岩裏から顔こんにちはしてほしいんですが、あーあっち見てるね、そっちにはもういないんだよね。実はね僕はもう立ち回りのプロなんで、普通にさこっからこんにちはしていくわけ。はい、オッケー、ありがとうございました。これ違うな、 P92 機じゃなさそうだ。さああなたが持つのはウージーか、ウージーか、あ P92 機でした。いやー P90 はもういいや、普通にベクターの方が好みなんで、とりあえずベクター使いましょうか。わわ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 わ、それやだ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 、ちょっと待ってくれ、怖い怖い怖い、ああっちにもいる、怖い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 、あっちは AI だからとりあえずまあキルポ稼いでおいて、でまあ TRS ですよね、 TRS ぶち込んであげて、であっち側の敵がグレネード投げてこないことをお祈りしつつ、でどこ行ったと、消え去りましたね。じゃあちょっと場所変えましょう、怖いんで。一旦場所変えてローリング戦法。さあそして残りは3人ですか、三つどもえの戦いですが、ちょっと後ろが怖いか、大丈夫か。いやーちょっと近くにいるんだよな、ちょっと近くのやつにさ、とりあえずグレネード投げてあげる。さああっちのやつなんだ、あの裏なんだ、俺のこと当ててきたやつか、あいあいあい、マジかマジか、しばかれていきました M4 に。みんなが使う武器ランキング第1位の M4 を抑えて、ここは主人公ベクターでしばいていきたいんですが、どこ行った、ワンチャンアンチ外か、わからん。さあ僕もアンチギリギリ、敵はどこにいるんでしょうか、わかりませんね。あああああ、危な、はあ、そっち側のさ岩だねそれね。じゃさようならと。
はい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 、そのグレネードは大丈夫。はい、オッケー。しっかりとグレで気絶を取って、近づいていきまして、最後はベクターで腰打ちお祈りゲーミングかまして GG 対戦ありがとうございました。ということでですね、まあなんとかドンカツは取れたんですけど、まあウージー編ね、シャープ1、無事に拾えずということで、ウージー編シャープ2へと続きます。はい、いや1試合でさ、まさかの連続バンでチーター涙目の試合になったんですが、まあ僕もね、まあ目から雨が流れてきました。はい、ウージー拾えなかったんで、まあ、またねリベンジしたいと思います。以上こんがりでした。じゃあな、じじー。